紙の作り方。使用するバルーンはこちら。260赤に70センチほど空気を入れます。9センチのバブルと4センチのバブルを作り、たらこひねりにします。絞りひねりを一つ。3センチのバブル。絞りひねり。3センチのバブル。絞りひねり。8センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。9センチのバブルを1つ。絞りひねり。9センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。4センチのバブル。絞りひねり。4センチのバブルを作り、残りはしぼませます。260赤を60センチほど膨らませ、先ほどの風船の端に接続します。指定した絞りひねりに絡めてください。8センチのバブルを2つ作り、元の絞りひねりに絡めます。3センチのバブル。絞りひねり。3センチのバブル。絞りひねり。9センチと4センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。
残りはしぼませてください。目を作りましょう。260クロに 2.5 センチほど空気を入れます。両端を結び、休憩にしてください。同じものをもう一つ作り、連結します。これを指定した絞りひねりに取り付けます。これで完成です。お疲れ様でした。